で試合の方はもう始まっています。1ラウンド目取ったのは水曜日、 1-0 で2ラウンド目です。狭いステージ、リングアウトといえばナイトメアのイメージはあるんですが、吉光も相当運ぶ性能が高いのでこのステージを活かせるでしょう。さあガーフはかわす、ジャスガから、さあでかいの入った、アッパーも入る、投げは抜ける、タッチ途中継入る、削ってリーチをかけた成田かナイトメア。さあ成田かさんは先ほどまでは、トカゲをずっとアイオンで戦ってましたが、ここでナイトメア登場、叩き落とした。水曜日がまず1試合目を先取。さあここで成田かが、キャラとステージを変えることができます。おっと、ここでトカゲではなくナイトメアでいくようですね。ステージの方は、これ残念ながらノースピークイングリッシュですね、これね。残念ながらソーリーってやつですね。さて選んだステージは商戦のステージ。いきなり投げが入って、一回下がる感じ、端にじわじわと寄っていく、投げは抜ける、下がりを追っていく、構えで下がって技を入れる。さあアッパー浮いて中段が入る、下がる下がる、長い技が入る、投げが通る。1ラウンド目取ったのは成田かナイトメア。さあ下がってから、もう今のがデキキャンってやつかな、ちょっとデキキャンとか私詳しくないんですが、かなり下がりが性能がいいですね。さあ中距離戦を制している成田かが有利をそのまま生かして2ラウンド目練習、 2-0 で3ラウンド目。さあステージが移動しました。トカゲの時もですけど、結構キャラが違ってもその人の癖っていうのは似ているかもしれないですね。追っ払うような感じの戦い方が成田がうまいですね。下がりに届く、おっと外れてしまった。ライフで勝ったので無理はしない。カウンター入る、成田は削り体勢。さあこちらも 3-0 で1試合取り返した。1試合ずつ取って最終試合、お互いにキャラは変えず、ステージは負けた方の水曜日が選ぶことができます。水曜日吉光が選ぶステージは、芝のステージですね。さあ浮かせて、さあじわじわと追い込んでいく、足が見えてきた、カウンターヒットから壁際の攻防。ナイトメアの投げは位置を入れ替えることができるので、押し込みすぎると押し込んだ側も危ない。下がりを追う、かなり接戦ですね。先ほどからそうですね。浮かせ入ってガード不能、途中で止めた、あ背面になっていたので打撃投げまでいきませんでした。壁にぶつけてでかいコンボ、
殺しきった。2ラウンド連取で水曜日がリーチ2-0。 3ラウンド目、投げが入る。相手の接近をつかむ、投げが入る。さあダメージは小さいが投げ範囲の狭いナイトメアの投げ。次も投げ、投げまくる。じゃあさすがからまた投げが決まる。ジャスがガードフローが入る。構えを使った攻め、シャガパンカウンター、壁にぶつけて、でかいぞ、届くか、死んだ。大逆転、素晴らしい。3ラウンド連取で水曜日が決勝に駒を進める。成高さんもこれはルーザーズがまだありますからね。ルーザーズがあるんで、気を抜かないで待っててくださいね。